ところで東海道で一番の親分ってのは誰ですね。ああ、それがね、言ってやらしまいんね。もう5年も経つと街道一の親分が出てきやりましたら思ってまんねやけどな。誰です。この船が伏見つきましたやろ。そしたらそこちょっと下に下がって草津の追い分けに三浮山の鎌だら差し上げが腕が立ってそろばんが高うてヤクザに強いが肩毛に弱いって真の強格や。この三浮山の鎌だらが5年のちには街道一でしたやろな。いや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 、ちょそのうつらうつらしてんのに大きな声出しやって起こしちまやって何言ってやんで、何が街道一で、はばかりながらこいつら江戸っ子だ、何言ってやんで、5年経っちゃなんだって。お、来年のこと言いや鬼が笑うってぞ。5年も先ならカッパが笑うぞ。街道一の親分は、とっくにもうちゃんとできてるんだよ。お、それは、いやそれ知らんもんやさかい。あのこの街道一の親分はそれ誰なんですやろ。知らざあ言って引かせやしよってんだよ、ね、駿河の国は安倍郡清水港で今売り出しの本名山本長五郎よな、人呼んで人呼んでつまり人が呼ぶから返事をするけど、な、呼ばなきゃ黙ってらな、だからとにかくこういう場合だから、まあごゆっくりお休みなさい。いや、おやかましいございました。お、失礼しました。あの、ちょっとこれなんだ。え、ごまかしたらあかへんがな。別に。海道一のおらぶんは誰やねん。いや、ありがとう。ありがとうやねんがな。誰やねん。だからさ、だからつまりなんじゃないか、国定村の中じゃねえんだ。国定村の次郎、次郎町。え、次郎町は街道一の親分じゃねえか。おう、江戸っ子、おう、今喋ってんの。おう、寝起きのいいの。いろんなこと言いやんな、俺が、この野郎が。なんで。まあまあいいや、まあ、こっち来ね。いいから、こっち来ね。いや、別によかない。いいから、こっち来ね。いいから、こっち来ね。お前はよくたって、俺がよくね。まあ、こっち来ね、こっちよ。なんでよ。俺は金出して帰ってた場所だ。まあ、大きくや俺の情報だ。まあ、3年。おう。おめえ江戸っ子だってな。神田の生まれて。そうだってな。いや、京阪の人はどうもことがのんびりしてやってよ。こっちから聞いたわけやりゃ。そう聞くと江戸っ子は物事は簡単にすんじま。まあまあ、寿司くね、寿司。ありがとう。寿司くね。ありがとう。今おめえのとこヤクザもんの話したな。知ってたよ。ケイドイチの親子も何とか言ったな。ほら、おめえ有名なおめえ国定の、いや、違った。こんとこどうもよくこんがらかるとこなんだがな。清水港のよ。次郎町か。次郎町さ。あ、そうか。国里の次郎町よ。変だな。え、まあ、しかし何か、まあまあいいや。寿司家に寿司家よ。ありがとう。おめえ、江戸っ子だってな。神田の生まれで。そうだってな。で、何かい、次郎町ってな、そんなに偉いのか。偉いのかって、こいつはな、次郎町ってが、まあ、つまり、なんていうかな、相談相手、まあ、話し相手、番頭役にいいのがいなきゃ物事は出世できねえからな。太閤秀吉には竹中半兵衛、まあ徳川家康には南高坊天海とか言って、まあ、次郎町には古文にいいのがたくさんいるからな。そうか。まあまあいいや。くにくに。酒飲めに酒をよ。ありがとう。おめえ、だいぶ詳しいな。で、次郎町ってのはそんなに偉いのかよ。偉いかなんのってな、とにかく関東8カ国、関外6カ国、合わせて14カ国にヤクザは数あるけどな、次郎町ぐらい偉いのは2人といてたまるかってんだ。そうかい。おめえ江戸っ子だってな。神田の生まれで。そうだってな。おめえ詳しいから聞くんだがな、次郎町の古文の中でよ、それはおめえ兄弟の関東が問わねえが、一番ついの誰だか知ってっか。知ってるさ。誰で。尾張のお先生で槍組の小頭よ。山本流の使い手槍がな、こっちは柄が大きいので清水の大政といって武器を嫌ってヤクザになった有名だ。まあ、清水港じゃこいつが一番次郎町一家じゃ強いんだろうな。やっぱり大政があいつにはかなわねえかな。で、2番は誰で。清水港は鬼より怖い。大政小政の恋がするてえから小政が2番だね。はい、さ、直見早いからな。じゃあ俺は3番だな。で、3番は大瀬の半五郎よ。4番は松川の千右衛門。5番は法院の大五郎。6番は追い分けの三五郎。7番は終わりの大野の鶴吉。8番は
尾張の桶屋の吉五郎。え九番はそうそう、美濃の松五郎。十番は問屋場の大隈さん。出てこねえねえ、こんちしょう。俺を知らねえな。嫌な野郎に会っちゃったよ、まあ。まあ、ずいぶん寿司食やがって、まあ。まあ、おう、じゃあ十一番は賭博馬よ。十二番は豚松。十三番は伊達の五郎。十四番は石山十吉。十五番はお相撲綱。十六番はうるせえな、この野郎。俺は下足番じゃねえ、本当に。何が十六番、十七番で。なあ、一郎町の古墳がいくら偉いから、たって大抵数えてみれば大抵そんなもんで。もうあとはどんぐらの背比べガリガリ文字ばかりで。とうとう俺ガリガリ文字に詰めやん。やい。やい。なよ。てめえ面白くねえな。なんて。えだから黙ってるな、お前の。見ろ、お前。お前みたいに寿司食いやがってよ。どうせ食いやがってって、お前は食えってから食ったんじゃねえか。どうせ食えってもの食わなきゃ悪いだろうと思うから、こっちは浮世の義理だと思えばこそ。涙を飲んで決心の覚悟で食ってんだよ。何言ってやんで。ないから食えたってな。物には遠慮ってものがあるよ。遠慮ってものがよ。じゃあお前最初から遠慮して食えって言えばいいじゃねえか。ただ食えってば遠慮しちゃ悪いと思わな。んだよお前。だってお前自分がじゃあお前遠慮してじゃあ食わなきゃいいんだろう。な何もな筋を食ったからって文句言うのあんな男しみたる男じゃねえんだ。えあそうかい。じゃあまあもらっとくよ。どっこりしてやんなもん。まあまあそうだ。しかしなお前清水のことは詳しいよ。あんまり詳しくねえな。え清水一家で肝心なの一人忘れちゃしませんかってんだよな。この船が伏見つくまっていいから胸に手当てて早く考えてくれよなお。頼むからよ。泣いたってしょうがねえやな。お前胸に手当てよと払い手当てよと清水一家でもうあとねえな。じゃどうしても思い出せねえか。思い出せねえ。どうしても思い出せねえか。思い出せねえ。いやはっきり言いやがったな。ちょよしそれあったんだね。ほら死んじゃうぞ。ぼぼ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 ぼだよ。人間が少しバカだよ。しょ